どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はねニューヨークに来ております。で今回ね、前回の続きとして、今ね、ルメディアンセントラルパークニューヨークホテルに宿泊しててですね、今チェックアウトしたところでございます。でこれからですねホテルの方移動させていただいて行こうと思います。で今ね、次にね宿泊するホテルなんですけども、かなりね近いので、まあ、私今リュックとねスーツケース背負って歩いてるわけなんですけども、まあ近いということで歩いてね行きたいと思います。今日ねニューヨークは、最高気温が4度だったかな、最低がねマイナス1度ということで、昨日よりかねちょっと寒いですね。いや今回のねニューヨーク旅行は本当にトラブル続きで、今のところニューヨークをねまともに観光ができておりません。まあ次行くホテルはですね今回2泊しますんで、まあちょっとゆっくりできるかなと思いますので、ニューヨークのね観光も一緒にしつつですねホテル紹介して、その中でね、食事等々もね一緒に紹介できればなと思います。いや昨日よりかなり寒いですね。やっぱり日が出てるとねあったかいんですけど、曇ってるとマジで寒いですね。雪降るのかな。頂上でジンバルが流れますね大丈夫かな。このニューヨーク旅行はねどうしてももうジンバル1本しか持ってきてないんで、どうにか耐えてほしいんですけど、ほっとくとね上にベーンって回っちゃったりするんですよね。最初ニューヨーク着いて JFK 空港着いて最初はですねマスク、ニューヨークでマスク、まあアメリカ自体でねマスクしてる人が多いなんて、まあ、考えられなかったわけなんですけど、最初はね地下鉄はみんなしてるみたいな感じで思ったんですけど、マンハッタンに着いたらねしてない人の方が全然多いですね。でまああと公共のね場所とか、まあ、マスクね多分義務になってるはずなんですけど、まあ、地下鉄も含めてねしてる人してない人ね結構分かれますね。してる人もいるし、してない人もいますね。全然いますね。いやね、やっと次のホテルで観光できるかなと思いますんで、やっとですね。はい。昨日ニューヨークに着いて丸一日編集に時間がかかってしまいましたね。まあ、パソコンがね、まさか壊れるまで行くと思ってなかったんで、一番の大誤算でしたね。それではね到着いたしました。まあ、ちょっと今角まで来て角から見えてるっていう感じなんですけども、本日泊まるホテルはこちらです。いや映ってますかね。本日はねセントレディスニューヨークホテルですね。こちらのホテルはセントレディスのね1号店ということで、かなり有名なホテルで、まあ、映画とかにもねめっちゃ使われてて、まあ、先日もね話したと思うんですけども、プラザを着た悪魔、まあ、こちらのねハリーポッターの、小説の原稿をね渡すシーンとか、ここのキングホールバーでね受け渡しが使われてたりと、まあ、それ以外にもね映画で結構使われているこのセントレディス、まあ、ゴシップガールとかにもね出てきますよね。ずっとね泊まりたいなと思ってたんですけども、このホテルはですねマリオット系列のホテルなんですけども、あれなんですよ、まあ、詳しい話は中でしましょうか。まあ、ひとまずね今回スイートナイトアワードも承認していただけましたんで、まあ、結構いい部屋にね入れるかなと思いますので、早速ね行きたいと思います。いやねめっちゃ楽しみですね。まあ、どんな感じのね客室に入れさせていただけるのか、まあ、どういったサービスなのかっていうのはねかなり気になっております。いやここもね高いんですよ、現金で泊まると本当に高いですんで、今回ねポイントで宿泊させていただきますんで非常にありがたいですね。ではチェックインしていきたいと思います。それはね無事チェックインすることができました。今回ね1622号室ですね、行ってみたいと思います。それでは中に入りました。ちょっと私はね荷物置きに入ってしまったんですけども、こんな感じとなっております。いやちょっとねお見せできるか分かんないですけど、このセントレディスね、もう入り口からね高級感半端じゃないですね。一つずつね見ていきたいと思います。まあ、まずベッドルームから行っちゃいましょうか。
で右側にベッドルームがありまして、今回ねこの客室はグランドラックスルームっていう、スイートナイトアワーだとねグランドデラックスまでしか利用できないんですけども、そのもう一個上のね客室という風になってます。全体が入らないですね。これで入りますかね。ベッドルームがこんな感じです。いやすごい非日常感が半端じゃないですね。この感じからして、いやすごいですね。で枕元にはですねこんな感じになってます。目覚まし時計と、目覚まし時計と、おこれタブレットみたいになってるんですね。びっくりした今すごいタブレットになって、これ何できるんでしょうかね。ちょっとわかんないですけど、ちょっと何ができるかはわかんないですね。すごい。でここにメモ帳があって電話で、ここにね、でこの上の方にですね電源のスイッチとライトがねあります。このベッドの上とかやばいですねこれいやーすごい。で反対側にはですねこんな感じで、これは Bluetooth のスピーカーっぽいですね。あと電源タップと電源とライトがあります。まあ、引き出しの中はね多分何も入ってないと思うんですけど、あ聖書が入ってますね。はい、こんな感じになってます。で残念ながらですね景観はね楽しめる部屋じゃないみたいですね。こんな感じでビルビューになってますね。これが5番街とかね、見れるとまた良かったんですけど、これはちょっと残念ポイントですね。でベッドからねテレビが見れるようになっていて、こちらにですね、はい、お水とかグラスとかがね置いてあります。氷に入れるやつもね置いてありますね。でこのセントレディスニューヨークホテルはですね短暖サービスがねありますので、おそらくね夕方になったらね氷とかセットしてくれるのではないかと思います。でこちらがリビングルームですね。いや本当にニューヨークでいうとジュニアスイート並みにね広いですよねこの部屋ね。こんな感じになってます。大きいソファーがね真ん中にあって、で左右にね椅子が1個ずつ、まあ1つはデスクですけどね、こんな感じになっております。で反対側から見るとこんな感じでね、左側が入り口っていう感じですね。テレビがもう一台あります。で机にあるのはですね、まあ本当に簡易的な感じでライトとメモ帳とコンセントっていう感じですね。 USB ポートも一応ついてますね。でこのね鏡張りになってるここがクローゼットになってます。はい、ちょっと私のコートがかかってて申し訳ないんですけども、金庫とね、あとここにありますね、あシュークリーンがコンプリメンタリー無料みたいですね。私は革靴じゃないんでねいいかなと思うんですけども、アイロン掛けとかもね無料でやってくれると思いますね。セントリジスなんでね、ここはねちょっと利用する前に確認してください。であと下に金庫があって、閉まんねえのかな、閉まんないですね。あとの棚とかは空ですかね。でこっち側のね右側の方にガンがねかかっております。でちょっと映るかどうかわかんないですけど、傘とかもねちゃんと置いてありますね。はい、でこちらが冷蔵庫ですね。あとミニバーも一緒になってます。こちらね完全に有料ですんで、はい、美味しそうなお菓子とあとお酒ワインとかねウイスキーとかも入ってます。あとこちらにもねたくさんのお酒と飲み物入ってますね。こちらも全部有料となります。よいしょ、ここは空ですね。よいしょ、それでは次に水回り見ていきましょうか。
はい、こちらがお風呂場になります。どうでしょうか、どうでしょうか。いやー、すごいですね。ビッカビカですね。まずですね、洗面台がこんな感じでなっております。一つだけですね。で、こちらにアメニティが置いてあります。あ、ボディーローションって書いてありますね。はい、こんな感じになってます。リモコンがあるということは何かあるんですかね。このリモコンは何のリモコンなのかちょっと分かんないですけど、リモコンがありますね。うん、なんかリモコンで操作しそうなものは私からは見えないんですけど。で、こちらにね、バスタブがあって、で、こちらにね、バスタオルがかかっております。で、お手洗いがですね、そのまま仕切りなしでね、あります。で、洗面台の下に、すいません、体重計とかもね、ちゃんと置いてありますね。で、こちらがシャワーブースです。よいしょ。こちら開けていただくと、独立したね、シャワーブースがあります。可動式じゃなくて、あ、可動式と固定式、一応両方ありますね。こちらが固定式で、この手前にあるのがね、可動式ですね。で、こちらにもですね、アメニティがありますね。でも独立してるのは本当にいいですね。で、こちらにね、もう一個ガウンがかかっておりますね。あとドライヤーもここにあります。こんな感じですかね。これリビングのね、シャンデリアなんですけど、すごいですよね。こんな感じになってるんですよ、客室のシャンデリアが。いや、すごい。ということで、こちらにね、2泊お世話になります。で、気づいた方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、あのテーブルにね、コーヒーがあったと思います。こんな感じで、こちらはですね、セントレディス、まあちょっとね、全部のセントレディスがそうかどうか分かんないんですけども、このね、セントレディスニューヨークはですね、バトラーサービスっていうのがあるんですよね。で、このバトラーサービスね、24時間利用することができて、24時間コーヒー、紅茶をですね、注文することができます。で、今回ですね、こちらの客室ですね、グランドラックスルームっていうね、客室となります。で、今回ね、マリオットボムのね、プラチナステータスになった時のスイートナイトアワードをね、2泊分ですね、利用させていただいて、本来ですね、グランドデラックスっていう客室しか選べないんですけども、それより1個上のですね、グランドラックスルームっていうこの客室にですね、入れていただいたっていった形になります。で、このね、セントレディスはですね、スイートルームもすごい多くてですね、あのスイートルームにね、アップグレードしてもらった方もね、結構ブログ等々でね、見たことがありますので、マリオットボムのね、プラチナステータスになってスイートナイトアワードね、保有されている方はですね、こちらで利用するのもね、かなりいいのではないのかなと思います。でもうね、入り口からね、高級感が半端じゃないですね。あと係員の人のね、数かなりいらっしゃいますね。さすが高級ホテルっていう感じですね。まあ、こちらはですね、このグランドラックスルームはですね、今日の日付で今日の価格だとだいたいね、1600ドルぐらい、まあ、18万円ぐらいする客室っていう風になりますんで、かなり高いですよね。このセントレディスニューヨークはね、カテゴリー8のホテルっていう風になりますんで、普通に宿泊しようとしても、まあ、大体10万超えてくるよね、ホテルっていう風になりますんで、スイートナイトアワードね、承認していただいたので、スイートナイトアワードでグランドデラックスっていうところにアップグレードしてもらって、そこからさらにアップグレードでこの客室っていった形になります。いや、本当にね、すごいですね。うん、インテリアからもホテルの入り口からね、もうホテルのインテリア、内装、本当にめちゃくちゃ高級感がありますね。ちょっとこのセントレディスニューヨークね、もう数いろんなドラマとか映画とかでね、使われておりますけれども、本当にすごいですね。高級感がね、本当にすごいです。で、今回ですね、2泊お世話になるんですけれども、このセントレディスニューヨークホテルはですね、以前ですね、私泊まろうかなと思って、前回ニューヨークのリッツカールトン
ニューヨーク、まあ、結構前に宿泊したんですけども、まあ、その時にですね、セントレジスとすごい迷ってその時リッツカールトン行ったんですよね。で、このね、セントレジスニューヨークっていうのはマリオットボンボイポイントで宿泊するとディスニー城フィーっていうリゾート料金がかかるんですよね。で、それかかってたんですよ、2年前までは。で、そのリゾート料金がね、また高くてですね、1泊50ドルとかね、だからまあ日本円で6000円から6500円ぐらい取られるホテルだったんですよね。いや高いなっていうふうに思ってまして、まあ、あのリッツカールトンのニューヨークはそのリゾート料金ないんで、その時はね、あのリッツカールトンニューヨークを選択したんですけども、で、その今回ですね、2泊ねさせていただくわけなんですけども、リゾート料金ねなくなったそうなんですよね。ですので本当にね、税金だけで宿泊することができますんで、おそらくね、多分5ドルとか7ドルとか、多分そういうレベルのね金額で宿泊することができるっていう風になりますんで、セントレジスね、ニューヨーク、マリオットボンボイポイントね、ちょっとカテゴリー8ということで、7万ポイントから10万ポイントね、必要になるわけなんですけども、海外でね利用できるタイミングがあったらですね、ぜひね利用してみていただければなと思います。いや、かなりね入り口から高級感がありますんで、いいのではないのかなと思います。で、マリオットボンボイのねプラチナステータスで今回ね私宿泊させていただいておりまして、まず、レイトチェックアウトですね、今回ね4時まで利用することができます。またですね、朝食に関してはレストランと、インルームダイニング両方でアメリカンブレックファーストが無料でね利用することができます。ですので、まあせっかくなんでね、私の方は2泊ね利用させていただきますので、1泊はレストラン、1泊はインルームみたいな感じでね利用しようかなと思います。マリオットボンボイのねプラチナステータスの特典っていうのはそんなもんですかね。このセントレジスニューヨークにはですね、エグゼクティブクラブラウンジがね残念ながらありませんので、ラウンジをね利用することはできないっていった形になります。まあそんなところでしょうかね。ということで今回ですね、こちらに2泊ねお世話になります。ちょっとね前のホテルから移動してきてこちら宿泊するんですけども、前の動画ね見ていただいた方はね分かってると思うんですけども、ニューヨークについてですね丸々1日ホテルに缶詰して編集して、まあ、今に至るっていう感じで、今日のね今11月30日なんですけども、お昼を食べてないんですよね。で今ねもう何時だ、4時、あもう4時前ということで、ちょっとねお腹が空きましたんで、夕飯ね、なんか食べに行きたいなと思います。ちょっと何にしようかな。昨日ね、ピザいただいたんで、ちょっとね、外に食べに行きたいと思います。まあ、せっかくね、ニューヨーク来てますんで、今のところね、本当にどこにもね、観光行ってないんですよ。本当に昨日、セントラルパークの外側とアップルストアね、パソコン壊れて買いに行きましたけど、本当にそれしかやってないんで、どうしましょうかね。まあちょっとね、食事しつつですね、観光どっか近いところね行きたいなと思います。せっかくニューヨーク来てまだどこも行ってないんで、とりあえずロックフェラーセンターでも行きましょうかね。ここからねかなり近いので、まずロックフェラーセンター行って、ちょっとその行く途中かその帰りかなんかにね食事したいと思います。それではね行ってきます。それではね、セントレイズホテルの前に来たんですけども、やっぱりねもう外観からしてめっちゃ高級感やばいですね。で今はねクリスマスシーズンということで、クリスマスツリーもねこんな感じで飾られております。ホテルの外観はねこんな感じになってまして、ちょっと伝わらないかもしれないですけども、かなりレトロでねかなりおしゃれな感じなんですよね。ということでロックフェラーセンターの方に行きましょうかね、ニューヨークに来ましたんで、でその近くでねなんか夕食食べたいと思います。せっかくニューヨーク来たんでね、ニューヨークでしか食べれなくて、なおかつ、まあ、そんなに高くないものがいってレストラン入っちゃうとね本当にすぐ5、6千円から1万円飛びますんでね、至る所にねこういうオブジェがあるんですよ。すごいですよね、かわいい。ここにもねクリスマスツリーとかも結構ちょこちょこありますんで、今ちょうどお迎えにユニクロが、5番街ユニクロ店が、ちょっと映るかな、はい、こんな感じであります。まあ、ニューヨークにねユニクロがあるっていうのはかなり心強いですよね。困ったらここに行けばいい感じがして、
やっぱりホリデーシーズンのニューヨークだともうちょっと人いましたよね。だって今11月の最終日なんで、やっぱりまだ人少ないですね。だいぶ戻ったって言われてますけどね。すごいですね、めっちゃ光り輝いてる。これ何のブランドだったかな。で向かいにはナイキがある。あ、わ、カルティエですね。カルティエ、こんな感じで綺麗ですね。クリスマスツリーがあります。これはカルティエってことは、これがあれですね、カルティエ本店ですね。はい、いや、めっちゃ綺麗ですね。いや、本当にこれもうすごいですね。ベルサーチ、もう読めない読めない高級ブランドだらけ。さりげなくダイソンとかありますしね。わ、すごい、これイエローキャブなんだ。見てください、これイエローキャブ、イエローキャブの、イエローキャブの、なんて言えばいいですかすごいですね、めっちゃかわいい。写真撮ってる人すごいたくさんいますわ。いや、これまさにニューヨークという感じがしていいですね。はい、ロックフェラーセンターに着きました。反対側からの綺麗に見えますかね。ちょうど今5番街を歩いてまして、もうそろそろロックフェラーセンターのクリスマスツリーの点灯式、本当にここ数日中に始まるんじゃないですか。始まるっていうか、あるんじゃないですかね。ロックフェラーセンター到着です。ちょうどこの上にね、展望デッキがある感じですね。展望デッキ行かれたい方は地下に行ってくださいね。地下にチケットブースがあります。 All right, my New York top models, don't you run by. 規制してますね。なんかあるのかな、今日点灯式とか。いや、さすがにそんなことはないと思うんだけどな。去年いつだったか、2年前行った時いつだったかちょっともう覚えてないですね。おまわりさんが誘導してますね。ちょうどね、このロックフェラーセンターのね、斜め前ぐらいですかね。まあ一応エリア的にはロックフェラーセンターの前でいいんですかね。サックスフィフトアベニューなんですけども、こちらね、めっちゃ綺麗ですよね。まあちょっと今はね、やられてないみたいですけども、これね、このイルミネーションね、なんていうんですかね、ショーみたいな感じで音楽に合わせてね、なるんですよね。まだやられてないっていうことは、今はないのか、まだシーズンが早いのか、まあ、ちょっとどういう理由かわかんないですけど、もしね、このホリデーシーズンにニューヨーク来る方はぜひね、見られてください。めっちゃ綺麗です、本当に綺麗。ということで夕飯買いに行きましょう。で、夕飯買いに行って夕飯食べて、でせっかくだからね、セントレジスに今宿泊してるんでね、キングコールバーでしたっけ、あのカクテルのブラスティーマリーってあるじゃないですか。あれがね、発祥されたのがセントレジスのキングコールバーらしいんですよね。ぜひせっかくなんでね、それもちょっと行きたいですね。まあでもセントレジスでバーでお酒を飲むってことは、まあ私の予想多分4000円ぐらい取られるんじゃちょっといくらね、かかるかちょっとね、見物ですよね。多分そのぐらい行かれると思うんですよね、チップとかいろいろ入れて高いな。マリオットボムイのプラチナステータス割引とか受けられないのかな、ないですかね。あれですね、ロックフェラーセンターも本当に点灯式はもうそろそろですね。まだね、明かりはついてないですけども、あれがクリスマスツリーですね。多分私が帰るまでには多分点灯されると思うんで、また見に行きたいと思います。いやー、すごい人すごい人、多分もうそろそろなんでしょうね。音楽もガンガン鳴ってますし、人もめっちゃいるし。それではしばらくね、今日の夕飯買いに行くところまで時間かかると思いますんで、ちょっと一回カメラ止めちゃいます。それでは今ですね、シェラトンタイムズスクエアホテルの前あたりにいます。このね、赤く光ってるのがシェラトンタイムズスクエアホテルです。このホテルもですね、ちょっと前にカテゴリー上がっちゃって、今6だったかな、カテゴリー6でもね、ここすごい場所がいいんでね、個人的にはかなりおすすめです。
ラウンジもね、当時は24時間やっててすごい良かったんですけども、残念ながらですね、今はラウンジはクローズしてるみたいですね。ちょっとね、今はちょっとこのニューヨークでね、ラウンジが開いてるホテルの方が多分少ないと思うんですけども、まあここね、あの立地はめちゃくちゃいいんでね、ここにホテルがあってタイムズスクエアね、ギラギラしてるのがちょっと奥に見えると思うんですけども、あちらがタイムズスクエアっていう風になりますんで、タイムズスクエアがねすぐそこなんで、かなり立地的にはねおすすめです。それではね、夕飯やってるかな。今夜はね、ハラルガイズをテイクアウトしようと思って来ております。ハラルガイズっていうのは、これどこの料理だったっけな忘れちゃった。B 級グルメなんですよ ね非常に美味しくて、しかもねコスパも結構良くて大好きなんですけども、あ、やってますね。いやね、こうフードトラックなんでやってないのかと思ってた、やってるかどうかねちょっと心配だったんですけど、前ねこれ動画にしたんですけども全然再生されなかったですねですので、まあ今回ね、あのニューヨーク滞在期ということで、このねシェラトンタイムズスクエアの前にね、このホープのね置物もありますんで、これも結構観光ガイドとかにね載ってると思います。でこのハラルガイズもね、ハラルガイズはあんまり載ってないかな、載ってるやつもあると思うんですけど、まあとりあえずね買っていきたいと思います。これがハラルガイズです。どれにしようかな、コンボにしようかな。でお腹空いてるんでレギュラーにしようと思います。はい、レギュラーコンワンプリーズ。こんな感じのね屋台になります。それでは出来上がるのちょっと待ちましょう。ということで購入できました。ちょっと後ろにねボケてると思いますけど、こちらがねお店となります。でこんな感じでね、今回ねレギュラーを頼んだんで9ドルですね。ちょっと値上がりしたかなわかんないですけど、前もうちょっと安かった気がするんですけど、まあ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 、まあ、こういった状況なんでね、もしかしたら値上がりしたのかもしれないですね。それではホテルの方戻っていただきたいと思います。ちょっとねタイムズスクエア等々もね行きたいなと思うんですけども、またねあの日を改めてね、行きたいと思います。ではホテル戻りましょう。それはねホテルの方に帰ってきました。ちょっとねなんで帽子かぶってるんだよって感じだと思うんですけど、もう髪の毛がぐしゃぐしゃのぐしゃぐしゃなんで、ちょっとこのままで失礼します。このハラルガイズにはですね、こういったソースが、このホワイトソース2つとこのねホットソース、辛いやつですね、ついてきます。今度これはスプーンですかね、うん、ではいただいちゃいましょう。よいしょ、こんな感じになってます。今回コンボということで、牛肉と豚肉じゃない、牛肉とチキンか、うん、こんな感じになってます。倒れないかな、心配大丈夫か、はい、この下にねライスが入ってるっていう感じですね。それとこのセントレジスのお水をいただきたいと思います。でね、このホテルの斜め前ぐらいの屋台でこのコーラも買ったんですけど、これ2ドルって言われて、あーじゃあいいやと思ってセンキューっつって出てったら、待って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 みたいな、一度にするからってこれも結構ニューヨークあるあるんですけど、観光客には2ドルで売るんですよ。でもそれを嫌がると1ドルにしてくれるっていうねすごいですよね。だからそれ2ドルで買っていく人が普通にいるってことですよね、多分ね。まあでも観光地なんてそんなもんですよね、うん、ディズニーランドのジュースが高いのと一緒ですね。ではいただきます。これね毎回来るたんびに食べちゃうんですけど、うまいんですよ。いただきます。うん、お米とお肉、うん、ホワイトソース変わった、本当にめちゃくちゃうまいです。ちょっと辛いのもねいっちゃいたいと思います。これ確かめちゃくちゃ辛かったんじゃなかったかな。あ、辛っ、あーこれ辛いあー辛い、ちょっとにして本当によかった。あ、辛っ、今回レギュラーサイズをねめっちゃお腹空いてたんでチョイスしたんですけど、これ多分食べきれないですねめちゃくちゃ量ある。明日のお昼とかね残しちゃおうかな。
まあ、食べれそうだったら、ね、食べちゃおうと思うんですけど、ニューヨークでこれで10ドルだったら9ドルかいいんじゃないですかね、うん、コーラ買ってね、うん、10ドル、まあ、1000円ちょっとぐらいなんで、ニューヨークだったらね全然いいと思いますね。それはね、あとはゆっくりねいただこうかなと思います。でこの後ですね、キングコールバーっていうね、プラダを着た悪魔でもね登場したバーにね、ちょっとブラッディマリーね、ここが発祥ということですので、ちょっと飲みに行きたいと思います。ちょっと撮影できるかどうか分かんないんで、まあ撮影できなかったらね申し訳ない限りなんですけど、ちょっとね行ってみようと思います。それではバーの方にね向かいたいと思います。この廊下もやばくないですか。これエレベーターホールの奥なんですけど、すごいですよね。でこっち側にはね扉があります。もうこれを引くとエレベーターがあると、またこのエレベーターもすごいですよね。重厚感が半端じゃない。でエレベーターの中はこんな感じです。鏡張りに、ね、なってる感じです。これはホテルのロビーです。で奥に見えるのがフロントですね。ここはちょうどねホテルの入り口です。まあここから入ってくる感じですね。これは向こう側にもあるかな。こんな感じになってます。それはねバーに行くことを思います。これ入ったところからねすごいですよね。それではねバーの方に到着したんですけども、残念ながらですねめちゃくちゃ賑わってまして、この時間でも満席ということで、いやこれは残念ですね。どのタイミングで来たら空いてるのかちょっと分かんないですね。夜にもう一度来てみましょうかね。せっかく髪の毛もねセットしてニットを脱いできたんですけど、残念ながら満席で並んでおりますということでとりあえず退散したいと思います。いやまさかでしたね。ちょっとね上着着てないんですけど、まあホテルの入り口とかねちょっと撮りましょうかね。こんな感じで街もレストランも本当にクリスマスですね。ということでホテルの外出てきました。いやめっちゃ重厚感がある。このセントレディスのこの看板ですね。入り口がこんな感じで2つですね、こちらとこちらが入り口です。何でもかっこいいですよ。入り口もねめっちゃクリスマスバージョンになってますね。いやまさかねこの時間でバーがいっぱいだとは思わなかったですね。これもねあれなんですよ、セントレディスの、まあ、有名な置物なんですけど、いや困りましたね。完全に予定が狂いました。どうしましょうか、うん、今日はねここでお酒を一杯飲んで、まあ、今日はお風呂に入って遊ぼうかななんて思ってたんですけど、完全に予定が狂ってしまいました。ひとまず客室に戻りましょうかね。なんといっても私はコートも着てないんでね、はい、とりあえず客室戻りたいと思います。それではですねホテルの方に聞いたところ、4時からねあのバーが開くみたいなんで、4時だとね非常に空いているということを教えていただきましたので、近郊バーにはね明日リベンジしたいと思います。いや残念ですね。ちょっとね入った時に撮れたかどうかわからないこのドアです。めっちゃかっこよくないですか。もうね廊下もこんな感じで、もう高級感あふれる、すごいですよね。まあ、24時間バトラーサービスがあるだけでもすごいんですけどね、
このニューヨークで、しかも料金に組み込まれてるっていうね。それでは客室に戻りましょう。それはね、客室に戻るとこちら珍しいですね。アメリカではスリッパっていうのはね、ほとんどもらえないんですけども、セントレイですね、もらえるみたいですね。これはターンダウンの一部でもらえてるのかな。客室にはねなかったんですけども、今ねベッドの上に置いてありました、まあ、今回ね私一人の滞在なんで、一つとあとねこちら、まあ、こちらグラスとかね氷とかなんですけど、ここにですね氷が、まあ、ちょっとセットされてるっていうよりかは、ビニールでね、ビニールに入れられた氷が、用意されておりますねっていう感じですね。それ以外にタンダンサービスっぽいのはないですね。こんなもんでしょうか。まあ、ひとまずね、まあ、せっかくねセントレイズ泊まってるということで、今日のところはね客室で楽しみたいなと思います。いやー、完全に予定が狂ってしまいましたね。まあ、今ね夕飯食べ終わって、髪の毛セットして今バー行ってきて、結局閉まってたんで、ちょっとね早いんですけども、お風呂に入ってゆっくりねしたいと思います。ということで客室に戻ってまいりました。一応ねまたリベンジしたいと思います。4時ならね空いてるということで、まあわざわざねこれのためだけに帰ってくるのもあれなんですけども、まあ、ちょっとね明日検討したみたいと思います。明日1日はねチェックアウトとかねないんで、結構自由に動けるかなと思うんですけども、よいしょ、ちょっとあもう開けちゃった。さっきねお見せしたコーラ、せっかくなんでね、セントレディスにあるグラスと氷でいただきたいと思います、はい、ということで、うまいですね。ということでお風呂に入りましょうかね。でですね、この分かんなかったリモコンなんですけども、分かりました。皆さんね、ちょっと映像で伝わるかどうか分かんないんですけど、ここね液晶になってるの分かります？なんとなく映ってるかと思うんですけど、これね残念ながらモニターはいや実はですね、これねテレビらしいんですよね。ちょっと電源がねここ光ってるんですけどつかない、残念ですね。一応ねテレビになってるそうで、テレビね見れるそうなんですけども、ちょっとニュースぐらいかけたいなと思ってまして、まあ、お風呂にね入りながらこちらね楽しめるようになっておりまして、ちょっと私もねせっかくなんでね、さっきねこれなんだか分かんなかったんでね、なんだろうと思ってたんですけど、たまたまね客室の種類をね見るためにブログね拝見してたら、これの説明書いてあるブログがありまして、モニターがついてるということで、まあ、これチャンネルがねありますんで、テレビだと思うんですけど、ちょっとこれは壊れちゃってんのかな、うん、うん、ここまではね光るんですけど、ちょっとついたお見れる、つきましたね。これねちょっと今反射してんのあんまり見えてないかもしれないですけど、まあ、ここでねテレビが楽しめるようになってるんですよね。電気消してみましょうか。いやでも電気消すって取る、まあ一応こんな感じですかね。はい、まあでもお風呂場で電気消してみることなんてないと思うんで、まあこのぐらいの明るさでね楽しんでいただく感じにはなるかと思うんですけども、一応ねテレビが、見れるようになっております。はい、という感じです。それはねお風呂いただきましょうかね。バスソルトとかはなさそうですね。それですね、今ね午後の10時半ぐらいになりました。いやね、お風呂に入ってちょっとねゆっくりしてたらもうこんな時間になってしまいましたね。ということで今日のところはね休みたいと思います。いやね、このセントレジスニューヨークね本当にいいですね。ちょっと私のね今まで泊まってきたニューヨークのホテルの中で、まあ、リッツカールトンとかねもちろんすごい良くてですね、またねコスパがいいホテルもねちょこちょこあったりするんですけども、まあ、このね高級感とか重厚感とかね、あとホテルの大きさとか、まあ、立地も含めてなんですけども、
本当にこのセントレジスニューヨークね、めちゃくちゃいいですね。ちょっとねカテゴリー8ということで1泊7万ポイントから10万ポイントねしてしまいますし、またニューヨークということで7万ポイントで宿泊できる日って超少ないと思うんですけども、ぜひねこちら泊まってみていただきたいなっていうふうに思いましたね。ということで今日のところはねこんな感じで休みたいと思います。それではまた明日です。おはようございます。今ね朝の6時ぐらいですかね、ちょっとね寝て朝のね4時半ぐらいにね目が覚めてしまって、でちょっとねうだうだしてこの時間になりました。で今ですねニューヨークは12月の今日か1日かな、そうですねニューヨークの現地時間の12月1日ということで、このね12月1日日本時間の夕方ぐらいにですね日本政府が、外国から、帰ってくる便ですね、こちらの、一時新規予約をね全面的停止ということで発表をいたしました。でそれをですね今さっき起きて確認したところでございます。で昨日の夜、ちょっとね時間の軸ぐちゃぐちゃになっちゃうと思うんですけども、ちょうど8時間前ぐらいにですねもうねこの今のオミクロン株っていうのが、かなりね進行しているということで、今現時点でねアメリカには入ってきてないんですよね。アメリカには入ってきてなくて、ニューヨークもね本当に今普通の日常が流れてる感じなんですけども、こういった話もありますので、ひとまずですね今日大使館に行って指示を得てですね今後の行動をね検討しようかなと思います。おそらくね早く帰った方がいいって言われると思いますので、7、8時間前にですね皆さんの YouTube の投稿であったり Twitter の投稿をして早く帰りたいと思いますっていう話はねしたんですけども、新規予約をね停止してるっていう国際線ね、もう ANA とか JAL とかもう予約できないんですけども、で私はですね ANA の特典航空券で来てますので、 ANA の特典航空券っていうのは往復じゃないと発券できないんで、私は帰りの便ね今現時点で ANA の便をね保有しているんですよね。ですので今の現状だとですね今入ってる予約に関してはキャンセルしないっていうのを発表してますんで、おそらく大丈夫なんじゃないかなと思うんですけども、これもね状況によって変わるかなと思いますので、一応大使館に聞いて早く帰った方がいいっていう回答であればですねちょっと ANA の方にね相談したいなと思うんですけども、新規予約を停止してるっていうこともありますんで、もしかしたらね変更もできないかもしれないんですよね。ちょっとこの辺に関してはねと電話してみないとねわからない部分でもありますので、ひとまずですね今日のところは、ちょっといろいろね今日も予定入れてたんですけども、大使館が開くのがあとね5時間4時間ぐらい、今朝の6時なんですがあと3時間ぐらいねありますので、ひとまずね何にもできませんので、普通にホテルで過ごして、大使館が空いたらですねちょっと大使館の方にね、すごい近いんですよこのセントレジスニューヨークから日本大使館で、ですんでちょっとね歩いてねセントレジスから大使館の方にね向かってちょっと指示をね仰いでみようかなと思います。仰いだところで先ほど言った通りね新規予約を停止している部分もありますんで予約変更できないかもしれないんで、そしたらもうその時はもうその時でねニューヨークで本当に今日常っていう形で何にもなってないんですよね。でアメリカにも今のところね入ってきておりませんので、今後入ってくる可能性はね十分あるかと思うんですけども、バイデン大統領もですね水際対策をね強化してるっていう部分もありますので、ちょっとこればっかりはねどうなるかわからないんですけども、ひとまずそんな感じで、過ごしていきたいなと思います。ということで今ね朝の6時ということでまだねパジャマ姿で寝癖のままで申し訳ないんですけども、チェックインした時にねお話しした通りこのホテルにはですねバトラーサービスっていうのがあるんですよね。で朝ね4時半に起きてで先ほどね5時ぐらいにね注文させていただきました。したらねまたこういった形でねよいしょまたねこういった形でコーヒーがいただけるということで、これね無料で24時間対応でね利用させていただけますので、このね物価のめちゃくちゃ高いねこのニューヨークで24時間ねこういった形で利用できるっていうのはね本当にいいですね。またね朝起きて入れたての温かいコーヒーがねいただけるっていうのはねかなりいいですね。いや今回ねセントレジスニューヨークね本当にねこれはすごいサービスだなと思います。
まあニューヨークなんでね、コーヒー一杯外で飲もうと思ったら、まあ200〜300円は絶対かかりますんで、うん、まあホテルにまあ基本的にあの、なんていうんですか、コーヒーマシンみたいな、絶対マリオット系だったらね、ほぼほぼ私が宿泊してきたホテルはあるので、まあそこでね、まあホテルのお水入れて飲めたりはするんですけども、まあ入れたてのコーヒーがいただけるっていうのはね、本当にいいですよね。ということで、本日の方はですね、ひとまず朝食ね、あのレストランで今日はいただこうかなと思っておりますので、時間になりましたらですね、多分ね6時、もうそろそろ始まるのかな。いや6時からさすがにないかな7時からかなと思いますので、ちょっともう一回ね時間調べて、あの朝食ね行きたいと思います。ということで、ちょっとねコーヒーでも飲みながらゆっくりしてね、朝食迎えたいなと思います。それではね、改めましておはようございます。今ね、7時ぐらいになりましたので、今からね朝食会場に向かいます。このねセンドレディスの窓からですね、残念ながらね全然見えない。うん、これがね5番街とかに面したらね、かなり綺麗だったと思うんですけども、完全に内側のね景色っていった形になります。ということで、朝食行ってきたいと思います。今回ね朝食7時からということで、コンチネンタルブレックファーストはこのマリオットボム、ね、プラチナステータスで無料っていう話でした。いろんなブログをね見ていると、オレンジジュース1個頼んだだけでもですね課金されるみたいなね、そんな話を聞いておりますんで、ちょっと注意しながらですね利用していきたいと思います。ということで行きましょう。ちょっとね今回のニューヨークの滞在は一眼レフと GoPro をね交互に使うみたいなね、そんな感じになっていて、画質がねあの行ったり来たりしてると思うんですけど、その点はねちょっと申し訳ない限りです。まあそれでもやっぱりこのセントレディスの重厚感のあるエレベーターホール、めっちゃすごいですよねこれ。まさにこれぞ贅沢っていう感じがしますね。ではレストラン会場に向かいたいと思います。それではですね、座席の方に着きました。もうねあの朝やってるレストランは一つだけということで、まあ今後利用される方もね間違えることはないと思うんですけども、いやねここねちょうど外がね楽しめる席っていう風になってまして、すごいですね。 Good morning。 いやこの朝食会場やばくないですかこれ。いやすごいこれはすごいですね。このね左奥にねちょっと今人がいらっしゃるんで後で撮れればと思うんですけども、このね左奥にねキングコールバーっていうのがあります。昨日ね残念ながら満席で入れなかったところですね。で、メニューがねここになりまして、ちょっとまだねちゃんと見れてないですけども、コンチネンタルブレックファーストだけ無料っていう話だったんで、それ以外ね注文するとがっつり課金されるそうなので、この点は注意していきたいと思います。いやこれちょっとこれですみたいな感じでね出してくれれば分かりやすいんですけども、一応こうなっているということです。ちょっとねメニュー見ていきたいと思います。それはね注文していきたいと思います。ちょっとねここにね映ってるわ、これねコンチネンタルブレックファーストってのがあるんですよね。これだけ無料っていうことですんで、多分間違ってないと思います。ちょっと間違ってたらねまたテロップ出しておきますけれども、こちらがねマリオットボンボイのプラチナステータスの無料の朝食というふうになります。でメニューはですね、フレッシュブレードコーヒー、オア紅茶、オレンジジュース、アップル、まあこれジュースですね、まあ、これとコンチネンタルブレックファースト、中身はね特に書いてないですね。はい、ということなんでこれだけ注文したいと思います。どうなんだろう、ちゃんと無料で注文できるのか分かんないですけど、まあセントレディスですからね、多分オレンジジュース1個課金されても多分1000円はね飛ぶと思いますということで注文しましょう。それではですね、コンチネンタルブレックファーストが到着いたしました。いやね正直メニューの内容が何にも書いてなくて、これどういったものが運ばれてくるのかね全然分かんなくてですね、あのしばらく待ってたんですけども、このパンしかね到着しないんですよ。いやこれねおかしいなと思って、まあ10分ぐらい待ってて、それでも来ないんでちょっと聞いてみたらですね、コンチネンタルブレックファーストはこのパンとオレンジジュースコーヒー、これでコンチネンタルブレックファーストっていうのが完成らしいですね。いやねこれは完全に恥ずかしいですね全然知らなくて、
普通に待ってたらですね、いや来ないなと思ってたらそういうことだったみたいですね。ということでこのパンがコンチネンタルブレックファーストですね。ということでいただきたいと思います。それではいただきましょう。セントルイスのね高級ホテルであっても特にねアルコール消毒スプレーがどっかにあるとかね、まあアメリカあるあるですけども、まあもともとねおしぼりっていう概念が基本的にないんですよね。まあ紙ナプキンとかあるんですけど、おしぼりっていうのはないんですよね。レストランでも出てこないんで、まあもともとねニューヨーク行く際は100均とかで売ってるねアルコールシートをね持参してたんですけども、このご時世になってもないっていうのは結構驚きですよね。ということでコンチネンタルブレックファーストのパンです。いやでもねパンめちゃくちゃ種類あって、はい、ちょっとねすごいです。クロワッサンとあとチョコクロワッサン、あとちょっとよくわかんないマフィンとかね、ちょっとあんまり映ってないかもしれないんですけど、はい、いやこれすごいですね。まあ、これのねこれ普通に注文するとこれで40ドルなんで、これでこう4500円。まああとコーヒーとオレンジついてますけどね。いやすごいですねニューヨーク。ということでいただきたいと思います。まあせっかくなんでねあんまり残すのが好きじゃないんで、食べれる分はね食べたいと思います。ということでいただきます。それではいただきます。これがチョコクロワッサン。 Thank you。めっちゃ美味しそう。うん。何これ。うん。うん。これはですね、めちゃくちゃうまいです。これはめちゃくちゃ美味しいですね。びっくりした。チョコクロワッサンですね。めっちゃ美味しいです。これがね、ノーマルクロワッサン。うん、これもめちゃくちゃ美味しいですね。いや本当にねコンチネンタルブレックファーストっていう意味をね勉強しておけばよかったなと思いましたね。ということはもっと早く食べてればね多分熱々だったと思うんですよ。今でもちょっとあったかいんでですね、ちょっとやってしまいましたが、それでもめちゃくちゃうまい。これがね、クリームが乗ってるやつですね。いただきます。クリームがサクサクで非常に美味しいです。ちょっととりあえず、わすごっ。これがね、カスタードクリーム、あ、これ大丈夫、カスタードクリームが入った、これもクロワッサンみたいな。うん、これ多分全部美味しいですね。でも全部ね甘いパン、クロワッサン以外全部甘いんで、ちょっとね甘いのが苦手な方は辛いかもしれないですね。うん、もう一つもこれマフィン、ブルーベリーっぽいマフィンと、これ何でしたっけ、スタバとかで売ってる、ちょっと名前が出てこない、これも砂糖がかかってるんでね絶対甘いですよね。ということなんで甘いものがね苦手な方は本当きついかもしれないですね。うん、ということでちょっとね全部食べれるか心配になってきたんで、とりあえずこれはねちょっと手をつけないでおきます。まあ多分残したら持って帰れると思うんですけど、とりあえずねこれを食べて、はい、行きたいと思います。でもオレンジジュースもねこれはな完全な生絞り感がすごいですね。まあ、これ40ドルで、これがマリオットポムのねプラチナステータスで無料になるっていう風になりますので、いいですね。うん、以前はね50ドル分かなんか、ディスネー上品っていう、まあ、リゾート料金みたいなのがかかって、まあ、それで使えるみたいな、まあ、そんな感じだったんですけど運用変わったみたいですね。ですんでディスネー上品もねかかんなくなりましたね。これは本当にいい点です。ですんで今回2泊してますけど確か7ドルぐらいしか多分払ってないですね。うん、それやっぱいいですよね。本当にリゾート料金はねどうにかしてほしい。せっかくのポイント泊ですからね。うん、ということであと残りねゆっくり食べたいと思います。ということで客室に戻ってまいりました。
結局ですね、コンチネンタルブレックファーストね、約40ドルの朝食、まあ、無料でね利用することができました。まあレストランでね利用させていただいてるんで、チップを払うか問題がねちょっと出てくるんですけども、まあ一応ね私は 15% だから6ドルぐらいチップ払いました。まあここはねちょっと微妙なラインですよね。うん、まあここはねニューヨークのまあ礼儀として、まあ一応ね払った方がいいんじゃないかなと思うんですけども、まあここはね人によって分かれるかなというふうに思います。まあトータルの請求はね0ドルになってるんで、まあもともとコンチネンタルブレックファーストは40ドルで、まあそこから 15% でまあ6ドル今回ね払ったわけですけども、まあここはねお好みで判断していただければいいのではないのかなと思います。まあ礼儀的にはやっぱり払う方になるのかな。はい、ということで今ですね朝の何時、8時ぐらいになりまして、まだね大使館が開いておりませんので、ひとまずね大使館が開くまではですねちょっとホテルにいようかなと思います。ということでね外に出てきました。イーストね50丁目あたりにですね、私ずっと大使館って言ってたんですけど領事館ですね、ありますので、一応ねそちらに行きたいと思います。で ANA のねデスクに先ほど聞いたんですけど、残念ながらですね帰国便の前倒しはできないということで、今持ってるね便で帰るっていった形になります。まあここは変更できない、まああのね入国制限が変更になった関係で、まあここもねどうしようもできないというふうになりますんで、まあそれはもうどうしようもないんで、今までのね予定通りニューヨークにね滞在するっていった形になります。で一応領事館に行ってですね、あの今後のね日本政府の対応が何か変わった場合にですね、連絡をねいただける状況を作っておきたいなと思って、一応ね、行きたいなと思います。で今日の午後ですね、ニューヨークにはね新しい観光スポットがねできてまして、まあ、そこをですねちょっと予約しておりますので、まあ、そこにね行きたいなと思っております。めっちゃクラクションになってる。あれですね、防犯ブザーがずっと鳴ってるんですね。今日のニューヨークはね日が出ててかなりあったかいですね。昨日とかね結構寒かったんですけど、今日はねめっちゃあったかいですね。日が出てると本当にあったかい。ということでちょっとね領事館までとことか歩いていきたいと思います。いや本当はね今日も朝からねもう予定組み組みでいたんですけども、こればっかりはしょうがないですね。ひとまず、無事にね日本に帰れる状態を整えてですね、動画ねそのままやっていきたいと思います。ということで、日本総領事館に到着いたしました。でここはですねイースト49丁目とパークアベニューちょうどこんな感じのねところで、領事館のビルはこのすごい物々しいねビル、これが総領事館になってます。今ちょっと見えてないですけれども、あそこの正面玄関の左側にね日本の国旗とかもね置いてあるんで、まあわかると思うんですけども、この外側にね日本の国旗とかないんですよね。でちょっとね、最新情報は持ってるかどうかだけ一応聞いてこようかなと思います。ということでちょっと行ってきますね。はい、ということで総領事館行ってきました。今やっぱりコロナの関係で残念ながらね誰か担当者と話すみたいなことはできなくて、結局ね電話でね問い合わせて聞いたっていう感じですね。残念ながらね最新情報もクソもなかったということで、電話でね話させていただいた方もその今回の、ね、水際対策の強化の発表は、まあ、出たばかりで私たちも何の情報を持ってないと。ですんでおそらくあなたと同じ情報しか私は持ってませんよっていう話でしたので、まあ、来た意味がなかったっていった形になります。で今のところ帰国便を、ね、持っている分に関しては、まあ、それが、ね、普通に飛んでくれれば私としては何の問題もないんですけども、それが欠航になってしまった時ですね、それだと多分おそらく年内ねニューヨークに留まる感じになると思います。まあそれまでねどうしましょうかね。はい、お金の問題もねホテルの問題もまあいろいろあるわけなんですけども、まあひとまずね私としてはもうできることが何にもないので、まあ、このニューヨーク滞在期ね、まあ、せっかく来ましたので、でまたねアメリカはね結局その変異ウイルスっていうのはね全く流行ってない状況で何もなってないんですよね。ですんでひとまずねこのままニューヨークの滞在期ね続けさせていただいてですね、帰国便の日までね過ごしたいなと思います。ということで一旦ホテル戻ってですね、今日午後からですね、新しいね
観光スポットね撮影しに行きたいなと思ってますんで、ちょっとそちらにね行きたいと思います。ちょっとね今ね荷物何も持ってこらずね、日本領事館の方に来てしまったので、一回ねホテル戻りたいと思います。じゃあ本当にこの水際対策のね話は本当にすぐに発表されてすぐ実行されたんでね、やはりどこもね情報を持ってないみたいですね。ということでひとまずホテル戻りたいと思います。ということで一回ねホテルに戻ってカメラ機材をね一式取ってきました。今ね、5番街の方を歩いてるんですけども、これからですねグランドセントラルステーションに向かいたいと思います。ニューヨークにはですね10月に、開業、まあ、オープンした新しいね、観光施設があります。それがですねちょうどグランドセントラル駅の隣にね、できてサミットワンバンダービルトっていうね新しい観光施設で、オフィスビルなんですけども、ここのね、上の3階部分になったかな、そこが、観光スポットになっているということで、なんとですねガラス張りになっているということで、めちゃくちゃ綺麗っぽいんですよね。事前にね、公式のね、YouTube とかも見たんですけども、かなり綺麗で、またね、私も行ったことはないね、観光スポットっていう風になりますんで、かなり楽しみにしておりました。で、こちらに関してはですね、もう日本からですね、スタートするときにチケットをね、押さえておりまして、13時からね、私ね予約持っておりますので、まあ、それにね合わせて今向かってるっていった形になります。ということで今日はね、ニューヨークは12月1日ということで、まあ、ちょこちょこね見えてるかもしれないんですけど、バリケードがね見えてますかね、あんまり見えてないかな、見えてないかな、見えてないですね。今ちょうどね後ろにナイキのお店があると思うんですけども、今ねこういった感じで交差点にねバリケードがされてるんですよね。でこれはですね今日12月1日でニューヨークのねクリスマスといえばロックフェラーセンターのねクリスマスツリーということで、なんとね今日点灯式なんですよね。ですので交通規制がね多分されると思います。夕方ぐらいにはねここら辺一帯ね交通規制されると思いますので、こういった形でねバリケードがされます。で2年前のニューヨークにですねこの点灯式に行ったんですけども、本当にねむちゃくちゃ寒かったです。まあ本当にね点灯式始まる 3,4 時間前からねずっと並んで、まあ、それでまたそのショーとかがねあるんですけども、まあ、見えたり見えなかったりして、結局私はね途中でもうね観光の時間がなくて、結局点灯式自体はね見なかったんですけども、ちょうどね今こうロックフェラーセンターなんですけど、もうちょい奥でね、点灯式がね行われます。で私がねちょっと並んで待ってただけでも、そのパフォーマンスがね一緒に行われますんで、その時のねパフォーマンス出る方、私の時はニーヨドはね目の前通ってワーキャワーキャ皆さんでね言って、あ、まあ私最初通った時ニーヨか分かんなかったんですけど、周りの人に聞いて誰誰みたいな感じでニーヨだよみたいな、あーみたいな感じだったんですよね。ひとまずね点灯式、まあ、これ狙ってくる方もねいらっしゃるかと思うんですけども、本当にねめちゃくちゃ寒いですし、トイレも行けないですし、まあ、行くならですねかなり覚悟して行かれることをお勧めします。あ、ちょうどねクリスマスツリーね昨日一昨日ぐらいにね夜の光景は見せたと思うんですけど、ちょうどここから見える、もうちょうど奥にね見えると思うんですけども、今日のね夕方から点灯式がねクリスマスツリーに点灯がねされるということで、これね交通規制が夕方からされます。ということでちょっとここはね通り過ぎましょう。このまま昨日映したと思いますけども、夜ね点灯されてたここはサックスフィフィスアベニューで、ショーウィンドウもねすごいクリスマスになってますね。まあでもここはね昼間来るより夜来た方がね綺麗かなと思います。いやもうすごいバルケード一式ですごいですね。すごい。まあちょっとね私もちょうどこの5番街のね奥にセントレディスありますんで、ちょっとあれですね大回りして帰らないと多分ホテルの周りも交通規制にね入っちゃうと思いますんで、いや本当にニューヨークはねなんでこんなにマスクをしてない人が多いんだろうぐらいね、マスクしてない人多いですね。
まあニューヨークでマスクしてるっていう方がね、レアっていうか、2年前とかね、逆にアメリカはマスクつけちゃいけないっていう国だったんですよね。今じゃ信じられないですけど、昔はそうだったんですよね。そう、アメリカといえばマスクをつけるイコール重病者みたいな。だからマスクつけてるとね、逆に嫌がられるみたいなね、まあそういうのがあったんですけど、まあ今はねつけてるのが普通みたいな感じですね。ちょっとぐらい日本人の観光客に会うかなとか思ってたんですけど、今のところゼロですね。大体日本語喋ってると振り返ってきて、あの人日本人だみたいな感じでね、結構あるんですけども、まあ、特にこの5番街ね、日本の方結構来ますんでね。でも今のところこうやって私が喋っててもね、まあ、誰一人も振り返らないんで、まあ、カメラを見る人はいるんですけど、まあ、それ以外は基本的にはないんですよね。ですので多分日本人の観光客の方は多分ほとんどいないんじゃないかな。このアメリカのね、交通規制とかこのバリケードもね、本当にあれですからね、時間になると本当に通してくれないし、でも人によっては通してくれたりするんですよね。これがまた不思議なんですよね。いやー、来ましたね、本当に。このクラクションの音ですよね。本当にザ・ニューヨークですね。ということで、あとね10分も歩かないで着くと思うんですけども、まあでもやっとニューヨーク来れましたんで、いや、ここ歩けてるのも本当に嬉しいですね。まあ、今回のね、新しい変異種の影響によってまた一層ね、海外旅行行きづらくなりそうですね。せっかく収まったと思ったらこの状況ですからね。いや、悲しいですね。やっぱりもう年末年始はね、多分出る人いないでしょうね。もう出たら日本帰ってこれないかもしれないですもんね。もう本当にめちゃくちゃあるあるなんですよ。みんなめちゃめちゃ進むけど、めっちゃ信号赤なんですよね。あ、前が詰まってるからみんなあれなんだ、行くんだ。 OKOKOK いや、マジぼーっとしてるとね、跳ねられそうで怖いですよ。ということで、グランドセントラルまでね、あともう10分ぐらいね、歩く感じになると思いますんで、また着いたらね、動画回そうと思います。それではですね、グランドセントラルステーション到着しました。グランドセントラルステーションが、今ちょっとボケてるね、これがグランドセントラルステーションですね。今ここね、私がいる場所は確かね、ここ通りだったはずなんですよね。この通り、ここね、普通に自動車が走れる通りだったと思うんですけども、ここの道がですね、全部歩道になって、まあ今ね、これにクリスマスイルミネーション映ってるかな、これね、クリスマスイルミネーションあるんですけども、このワンバンダービルトっていうのはですね、ここにね、そびえ立ってる感じなんですよね。ちょっとね、上向けてみましょうか。ちょっとビルが高すぎてね、全部映んないと思うんですけども、まあ、こういった形のね、超高層ビルになっております。ちょっとね、あんまり映んないんで、反対のところまでね、行ってみましょうかね。あ、ちょっと離れてもね全体入らないですね。まあ、まさにね、こんな感じですかね。真上にカメラを向けてやっと入るぐらいですね。まあ、本日はね、こちらの展望デッキね、行きたいと思います。で、どうやらですね、このグランドセントラル駅の中からですね、このアクセスがね、できるそうなんで、まあ、そっちから行ってみましょうかね。ちょっとできるかどうか分かんないんですけども、そこの入り口はですね、おそらくあそこも展望デッキ入れるのかな、ちょっと分かんないんですけども、ひとまずね、グランドセンターの中からね、アクセスできるそうなんで、グランドセンターの中からね、行ってみたいと思います。でもね、予約時間が13時で、まだ12時過ぎぐらいで、あと30分ぐらいありますんでね、とりあえずね、入り口だけ確認しておきたいなと思います。変なところでね、時間かかって入れなくなったりしてもね、あれなんでね。ということで、グランドセンターの中ね、入っていきたいと思います。いやー、ここにね、来たかったんです。それではグランドセントラルステーションの中入ってきました。うわ、すげえ。いや、ここ、いや、これもうめっちゃ衝撃ですわ。ここら辺全部ね、テナントが入ってて、めっちゃ栄えてたんですけど、全部潰れてますね、ここ。いやー、まあ、ちょっと閉店しちゃったのか、今ただ単にやってないのか、ちょっと分かんないですけども、
やってないお店が多い。ここも何かのお店あったと思うんですけど、一応せっかく来たんでね、コンコース見ておきましょうかね。確かね、このグランドセントラルは東京駅だったかな、姉妹駅なんですよね。はい、来ましたよ、グランドセントラル。いやー、来ました。どうでしょうか。いや、グランドセントラルといえばこの感じですよね。いや、すごい。でですね、この上のね、星座みたいな感じになっててね、これも結構有名です。今となってはね、もう写真撮ってる人いないですけども、ここもねゴシップガールで有名な、一番第一シーズンの一番最初にセリーナがね通りを眺めてたのは、ここのシーンが使われております。まあ、超マニアックな話ですけどね。ということで、ワンバンダービルトのね、入り口をねちょっと探したいと思います。で、このグランドセントラルはですね、ここの地下にねフードコートがあったり、またねオイスターバーとかもね、ここのフードコートにあって、そこもねすごい有名なんで、ぜひ行ってみてください。私ね、妻と新婚旅行とか来た時は、ここのフードコートね、まあ、このグランドセントラルってすごい中心的な駅なんで結構通るんですよね。ですんで、ちょっと遅くなってね、もうテイクアウトしてホテルで食べたいみたいな時に、ここの地下でね買って帰るみたいなね、そういった使い方が結構できますんで、ここはねぜひ覚えておいてください。で、昔ね、ここにマイケル・ジョーダンのねステーキハウスとかも昔ね、このどっちだったかな、ここかそっちかにあったんですけど、残念ながらね、もうこれも 3,4 年前にね潰れてしまいましたね。ということで、ワンバンダービルトのね入り口を探したいと思います。今ね見回してる限りはですね、全然そんな看板がないんで、どっか分かんないんで、ちょっとインフォメーションでね聞きたいと思います。方向的には多分こっちだと思うんですよね。違うかな探したいと思います。今ね、ここオイスターバーがねこの左側にあって、ちょうどね右側がディナーコースっていった、先ほど言ったね食べるところがあるんですけども、このね左右、まあこう斜めなんですけど、ちょっとね私一人なんで試すことはできないんですけど、ここ声がね反射して、この反対側のね、この反対側のね柱で声をするとね、ここにね聞こえるっていうね、ちょっと動画ではなかなか伝えることね難しいんですけども、ここで喋るとこの斜め向かいのねあそこで聞こえるっていうのができるんですよね。ぜひねこちら来る際にはですねやってみてください。正直昔はねめちゃくちゃ人だかりになるぐらい人多くて、いつもね誰か試して遊んでるみたいな感じだったんですけど、残念ながら誰もいなかったですね寂しいぐらいでした。ということで、ワンバンダービルトのね入り口に向かいたいと思います。それはですね、ワンバンダービルトの入り口がね見つかりました。私が入ってきたのはねちょうどあそこの入り口で、ワンバンダービルトのね入り口がねそこなんですよね。で、私はね先ほどこのまままっすぐ来てメインコーコース見ようと思って、ここを右に曲がってしまったんですよね。ですんでこのままね、まあ、ちょっとお伝えしづらいかもしれないですけど、この左側行くとねそのまま入り口っていう感じでした。で、目印としてはですね、ここにね、バンダービルトアベニューっていうのがね書いてありますよね。ここがね入り口っていった形になりますんで、行ってみたいと思います。まあ行ってみたいと思いますって言うんですけども、まだ時間よりね時間がちょっと早いんで、とりあえず展望デッキの入り口をね確認してちょっとね待ちたいと思います。暑い。それにしてもね、このグランドセントラルの中めちゃくちゃ暑いですね。めちゃくちゃ暑い。外はね寒いんですけど中は暑いですね。ということで到着いたしました。こちらですね、サミットワンバンダービルトですね。まあ予約時間がね1時ということで、まだね12時半ぐらいなんですよね。ですので、ちょっともうしばらくねグランドセントラルのね、中ねうろうろしてようかなと思います。ちょっとねお手洗いも行きたいと思いますんで。展望デッキはねこんな感じになってるんですよ。非常に楽しみですよね。ちょっとね一眼レフを今持って歩いてるんですけども、ちょっともしかしたらですね、おそらくニューヨークの観光施設、観光スポットということで、多分金属探知機みたいなねチェックがあると思うんですよね。ですので、もしかしたらねジンバルを持ち込めないかもしれないんで、そうなったらですねちょっとね GoPro に切り替えたいなと思います。ひとまずね、ここの入り口までね来れましたんで、
もうちょっとねここら辺でフラフラしてようかなと思います。いやー暑い、ダウン脱ぎましたいやニューヨークはね外はマジで寒いんですけど中は結構暑いんですよね。ということで多分ねここにいる皆さんもね13時の予約のね方がなんじゃないかなと思います。ではちょっとねグランドセンターの方戻ってお手洗い行きたいと思います。もちろんね今ニューヨークの観光施設は多分ねワクチンの接種証明書をね見せるんじゃないかなと思います。そんなようなことがね記載がありました。ちょっとねその審議に関してはねまた入ってからですね、お伝えしたいなと思います。まあ、レストランはね必要なんですけども多分ねこういう人が集まる観光施設も多分ね必要じゃないかなと思います。ということでちょっとお手洗いの方に行っていきたいと思います。それではですね今ねフードコートの方に来てお手洗いね、まあ、そこにあるんですけどもちょっと利用してきたんですけどもいやねここすごいねこのグランドセンターのねあの地下コンコースのディナーは先ほどね言った通りねすごい潰しが来ますんでいいですよっていう話をさせていただいたんですけども、まあ、ある程度はやってるんですけどもここにあったジャックトレスっていうコーヒーショップも潰れておりますしシェイクシャックもなくなってますね。フードコートなんで座って食べれるような場所も一部閉鎖、まあ、本当にね真ん中のでかいところがなくなっててワクチン接種証明書がないと、まあ、入れさせてもらえないみたいな感じで人がね立ってチェックしてる感じになります。いやーね衝撃です。やっぱりまだ元通りになってないですね。街中見てるとね、まあ、潰れてるお店はねある程度ありますけどもここはねすごい活気があったんで、あシェイクシャックはやってましたね、失礼しました、シェイクシャックはありましたね、はい、ですけどもお店はね結構潰れてて今までとねちょっと全然違いますね。いやこれは衝撃、ここねめちゃくちゃ人多かったんですよ。いつも来るといろんなお店がねあって食べるところも多くて先ほど言ったようにね潰しが効く部分もありますんで前入れたねこういったね食べれる場所もクローズになってますね。いやーかなりびっくりですね。このピザ屋さんはまだやってますね。でマグノリティアベーカリーもまだあります。でもその向かいのねお店とかはもう全部やってないですね、潰れちゃってますね。人もいらっしゃいません。いやーですねここはそこのピザ屋さんもしくはあとはシェイクシャックですかね、あとドーナツ屋さんがやってましたね。あとは真ん中のこれはカフェなのかな、まあ、雑誌に載ってるお店ってなるとやっぱりシェイクシャックですかね、うん、まあやっておりますね。いやこれはちょっと衝撃でした。もう結構元通りになってきてんでねほとんどお店復活してんのかと思ったらほとんどのお店がまだやってなかったですね。ということでお手洗いもね済みましたのでちょっともうワンバンダービルトの展望デッキの入り口の前で待ちたいと思います。それはですね今並んでるんですけどもやはりねワクチンの接種証明書が必要でパスポートも見られましたしワクチンの接種証明書あとチケットね全部確認されました。まあワクチンの接種証明書はね、まあ、確実にね必要かなというふうに思います。まあ、パスポートはね、まあ必要まあ、私は見られたんでもしかしたら日本人の方はね確認されるかもしれないんでね一応持っていかれることをお勧めします。前の人とかねパスポート見せてなかったんで、まあ、ちょっとねこればっかりはなぜなのかよくわからないですね。抜き打ちチェックなのかもしれません。ということであとねもう5分ぐらいで1時になりますんでもうちょっとこれでね待ちたいと思います。Welcome to the summit. Please exit to your right.
それでは展望デッキ到着しました。いや、ここすごいですね。いや、これはすごい。いや、一瞬どうなったのかよく分かんなかったですね、入った瞬間。これ今ちょうど横からね眺めてる感じなんですけど、これね下を向けるとこんな感じでね反射してるんですよ。全体が鏡になってる感じで。いや、これね最初足すくみましたわ。でずっとね端っこの方に来るとこういった感じで外の景色もね楽しめると。で目の前にねちょうどクライスラービルがありますね。このクライスラービルがねあんまり綺麗に見える展望スポットってないんですけども、ここはね本当に窓なりにねありますんでかなり綺麗に見えますね。このね左側もね窓になってますんで、こっち側はねあそこにねエンパイアステートビルがあって、ワンワールドトレードセンターがね奥に見えますね。でこの建物はですねニューヨークで2つ目に高いビルということで、あのワンワールドトレードセンターの方はですねちょっと高いんですよね。ちょっと飛んじゃってねワンワールドトレードセンターは映ってないかもしれないんですけども、ニューヨークの中で、まあ、2つ目にね高いビルっていう風になります。でちょっとね足元を映しますけども、こんな感じでですね映ってるかな、ちょっと反射しちゃって見づらいかもしれないんですけど、全体がね鏡になってますんで、鏡をね傷つけないようにこういったね靴下みたいなのをねいただきます。これをつける感じですね。これにもね滑り止めがついてますんで滑らないようにねなっております。いや、これすごいですね本当に。じゃあそれでは次天井行きましょうか。天井、まあ、もちろん天井もね鏡になってますんで、いやよくわからないですねこれねすげー。いや、考えることがね斬新すぎますよね本当に。いや、なんか知んないけど鏡に映ってるだけなんですけど、自分がね高い場所にいる気がして足すくむんですよね。いやー、すごい。でここがですね吹き抜けみたいになってて、これもね上側はね天井が鏡になってて、ここはねまだそんなあれなんですけど、映せるかな、わかります？最初立った時ここまた足すくんでなんだろうと思ったら、この上の円形がね反射してるみたいなね、そんな感じなんですよね。はい、ということでこんな感じになってます。いや、これはすごいですね。ちょっとこれはねニューヨーク来る方ぜひね体験してみてほしいですね。ただ鏡に映ってるだけなのに足すくみます。でここね入り口でこの下の靴のねあのカバーと一緒にサングラスももらうんですよ。すごいね日差しが入ってそれが反射するんでね。でもらってる人すごい少なくて、まあ、私もいいかなと思ってもらわなかったんですけど、これはね 100% もらっといた方がいいですね。多分入り口じゃなくてここに置いといたらみんなね取ると思います。こんなに眩しいとね私も思いませんでした。いやー、すごい。ちょっと回っちゃいましょうかね。どうでしょうかいやー、すごいなこれ。じゃあそれではね次の場所にね行きたいと思います。それではね次のフロアに来ました。いや、先ほど本当すごかったですね。このオブジェはですねちょっと何をイメージしたのかちょっと忘れちゃったんですけども、このデザインね日本人の方がデザインされていて、草間彌生さんのね作品なんですよね。非常に何て言うんでしょうか、ニューヨークっぽい感じがするのは私だけでしょうか。
ましょう。ここはですね、いろんな風船が飛んでいるフロアになってまして、風船がね、こんな感じで、でまた上がね、また上と下が鏡になっております。それでは続いてのフロアに来ました。ちょうどね、先ほど鏡張りになってた場所がこの下なんですよね。まあこの映像からはね、どこがどこだか分かんないと思うんですけど、右側にね人が歩いてるの見えると思うんですけども、今ねこれ2階のフロアにして下を見下ろしてる感じですね。でも下にいる時はね、上が鏡なんで全然気づかないんですけども、まあこういった感じになりますね。本当にここはすごいですね。実際にこちらね、来てみて体験してほしいですね。本当に訳が分かんなくなりますね。で次のフロアにはね、こういった感じで、分かります、これちょっとね、マイクとガラス張りなんですけど、分かります、これ。いやもう 僕ね、高所恐怖症なんですよ。なんで今かなりね、手汗バッチリでやってるんですけど、こういうスポットもあります。めちゃくちゃ怖いです。割れたらとかもう考えたらもうダメですね。Thank you。それではね、今私がいたのはここですね。ちょっとね、店員さんがね、いて、ちょっとね、一応写真スポットになってまして、上側にね、写真機がついてて、まあ、観光スポットにね、よくあると思うんですけども、まあ、写真撮ってもらって、後でね、プリントするときにお金かかるみたいな、まあ、そういうシステムなんですけども、まあ、写真撮る自体はね、ただなんで、それを現像するとお金かかるんですけども、まあ、そういったね、スポットになってます。いや、かなりね、怖いと思いますんで、ぜひね、ここもね、体験してみていただければなと思います。それでは次のフロアに来ました。ここもね、床は鏡張りになってるんですけども、ここは映像を見る感じなんですかね。こういった感じの映像が流れております。これはですね、人の顔がスキャンされてここに映ってくらしいですね。ちょっと今店員さんがね、私の顔映ったよって教えてくれたんですけども、ちょっとね、自分では確認できなかったですね。まあ、ちょっとね、今皆さんマスクしてるんでね、ちょっとそこまで読みがね、良くないのかもしれないですけども、これで終わりみたいですね。でここでね、靴のカバーをねお返しして終了といった形になります。多分ね、エレベーターがね確かあると思うんですけども、そこはねさらに有料になるんじゃないかなと思いますんで、まあ、私としてはねかなり満足できたんで、ここでね今日は終わろうかなと思います。いやー、クライスラービルがめっちゃ綺麗でかっこいいですね。
多分ここからね、多分カフェとかお土産屋さんとかはねあるんじゃないかなと思います。 Thank you。 あ、やっぱりそうですね、この階はねカフェとかが点在してます。あ、ここから外ですね。こちらちょうどマンハッタンの南側が見える感じですね。奥にワンワールドトレードセンターと手前にねエンパイアが見えてると思います。いや、めっちゃいいですね。ここはやっぱ天気がいい日にぜひ来てほしいですね。でもちょっと予約の関係があるんで、事前に予約してこなきゃいけない部分はあるんですけど、天気悪かったらちょっと厳しいですね。でちょうどねここはね本当に外なんで、はい、皆さん一気にコートを着てますね。私はちょっと中がだいぶ暑かったんでしばらくはいいかなと思うんですけど、いやーでもここもねガラス張りではありますけども、ニューヨークを一望できるんでかなり綺麗ですね。いやー本当に個人的にはかなり大満足ですね。でですね、さらにねもう一個上のエレベーターがね、スケスケのエレベーターがあるんですけど、それに関しては有料ということで、ちょっと私の方はね今日はかなりね大満足だったんでこれでいいかなと思います。であとはですね、ここで追加のチケットを買う感じですね。まあ、いろんなところでねこの QR コードをね使ってやるんですけども、なかなかね読みが悪くてねダメですねということでね、かなり楽しかったです。外に出たいと思います。出口はどっちなのかちょっと探しましょう。あれですね、スケスケのエレベーターはこれですね。これ映ってますかね。これでさらにね上に上がれるという感じですね。先ほど乗ったねちょっと先っぽが下がね透明になってるところあったと思うんですけど、あそことまあ多分そんなに変わんないと思うんですけど、まあ今回のところはねいいかなと思います。ということで外にね出たいと思います。それではですね、外に出てまいりました。これからですね、夕飯をゲットしつつですねホテルに戻って、昨日ね行けなかったキングコールバーにね、行きたいと思います。今日はねクリスマスの点灯式ということで、かなりねホテルの周りはね混雑すると思うんで、あんまり出たくないあんまり出たくない。とりあえず夕飯をねゲットしてから一応ねホテル戻ってキングコールバーにね行きたいと思います。まあ、4時がね空いているということですんで、せっかくなんでねそこで一杯ね飲みたいと思います。夕飯今日はねハンバーガーにしようかなと思ってまして、ファイブガイズバーガーっていうねハンバーガー屋さんに行きたいと思います。これもね結構前に動画出したんですけど全然再生されなかったですね私的にはね結構美味しくて、こうねニューヨーク来るたびに食べちゃうんですけど、シェイクシャックはねいいなと思ってたんですけど、シェイクシャックはねシェイクシャックでもう日本でどこでも食べれるんで、わざわざニューヨーク来てねシェイクシャック食べなくてもいいかなっていう気になってしまって、ちょっとシェイクシャックはねやめようかなっていうところです。ということでハンバーガーさん行きたいと思います。それではファイブガイズバーガー到着しました。今日はねこちらで夕飯ねゲットしてホテルの方戻りたいと思います。ということで客室に帰ってきました。ファイブガイズバーガーでねハンバーガー買ってきました。ベーコンレタスチーズバーガーとフライドポテトと、コーラのペットボトル、こちらもうちょっと飲んじゃったんですけど、こちらでねだいたい20ドルぐらいしたんで、2,300円ですね。高い高いですね。まあ、こういった感じですよね。まあ、とりあえずねあと30分ぐらいで16時になりますんで、まあ、ちょっとね16時ちょっと前になったらねキングオールバー行ってちょっとお酒一杯ね飲みたいと思います。で夜はですねちょっと交通規制がねどんな感じになるかね分かんないんですけども、ちょっとね行けるようだったらねクリスマスツリーね、ニューヨークパレスホテルのねクリスマスツリーめっちゃ綺麗なんで、そこはねちょっと見に行きたいなと思います。てな感じであとね30分ぐらいしましたらキングコールバーの方ね行きたいと思います。それではですね今ね、キングコールバー出てきたんですけども、入店してねブラッディマリー注文したところまでは良かったんですけども、ちょっと撮影はねやめてくださいということで撮影中断しました。でですね、1杯が25ドルぐらいで税金入ってチップ入って、だいたい1杯で35ドルぐらいですね、約4000円いかないぐらい、3700円ぐらい
いやニューヨークですね、すごい。でまたねこのブラティマリっていうのはウォッカ と、トマトジュースと香辛料が入ってるんですけども、まあ、美味しかったんですけどめちゃくちゃ強いですね、はい、今軽く酔っ払っておりますということで、いや非常にねいい思い出になりました。ぜひね、4時合わせてね来ていただければなと思います。あのね4時に来て数人並んでて今ね10人以上並んでおります。かなりやっぱりね人気っていうのと、まあ映画等々でね使われていることもありますんで、皆さんねニューヨーク来た際にはね行かれる方多いかなと思いますので、まあ、もしよければですね、ブラッディマリーねここが発祥ということで、名前はねレッドスナイパーとかそんな名前なんですよね、まあ、一応ブラッディマリーでね注文通りますんで、ぜひ挑戦してみていただければなと思います。ということで一度客室ね戻りたいと思います。ということで外に出てまいりました。ちょっとねブラッディマリーを飲んで客室に戻ってねちょっと座ってたら気づいたら寝てましてですね、ちょっとあれからね2時間ぐらい経っております。申し訳ない。いや結構ね量が多くてブラッディマリー結構ね酔っ払ってしまったみたいですね。ということなんで、まあ、せっかくね、クリスマスのニューヨークということでロッテニューヨークパレスホテルにね行きたいと思います。まあ、このホテルはねもう言わずと知れたゴシップガールっていうドラマの、舞台になったようなね場所のホテルですね。まあ、昔はねザ・ニューヨークパレスっていう名前でザ・ニューヨークパレスっていう看板だったんですけど、あの大企業のロッテがそのザ・ニューヨークパレスをね買い取ったことによって名前がねロッテニューヨークパレスっていう名前に変わっちゃったんですよね。ですんでゴシップガールとかね見てた方は看板はねニューヨークパレスで出てると思うんですけども、その今行くとねロッテニューヨークパレスっていう名前が、まあ、記載されてると、まあちょっとね看板違う感じになっちゃったんですよね。私が2回目ぐらいねニューヨーク来た時はねまだそのロッテニューヨークパレスっていうね名前ではなくてザ・ニューヨークパレスっていう看板が見れたんですけど、3回目ぐらいね来た時にはもうねロッテに買い取られて看板もね変わってたんで、ちょっと今見るとねちょっとね残念な感じになっちゃいますかね。まあでもってわけじゃないんですけど、ここのクリスマスツリーはねめちゃくちゃ綺麗なんで、まあこのホリデーシーズンねニューヨーク来られる方はねぜひ行ってみてほしいなと思います。今ちょうど7時ぐらいなんですけど、ロックフェラーセンターのクリスマスツリーのね影響でおまわりさんとかね人もすごい多いですね。いや本当にニューヨークは本当に街全体がクリスマスになってめっちゃ綺麗ですね。そうそう、でねニューヨークパレスの近くにですねアマゾンGOっていうアマゾンでね実店舗で QR コードをねかざせば買い物ができて、で取ったものはねその後課金されるっていうねそういうのがね近くにあるそうなんで、それもちょっとね行きたいなと思います。いやこれはもう規制のあれになってますね。はい、ニューヨークパレス到着しました。あ、改装工事をしてんのかな、上にあれがついてますね。改装じゃないのかな、これ見えます、屋根がついてる。こんなものはなかったの。あ、変わったのかもしれないですね。あ、違うね、工事じゃなさそうですね。あ、わかんないっすわ。あ、クリスマスツリーがない。いや、ウルトラ残念ですね。クリスマスツリーがないですね。あら、何しに来た感。今ね、ホテルの前着いて、ここは門があって、ここの中にね、どでかいクリスマスツリーのオブジェがあるんですけど、室内になってる。室内にありますね。見えますかね、あのニューヨークパレスっていう文字が。あー、ちょっと飛んで、なんとか見えますかね、ザ・ロッテニューヨークパレスって書いてあるのは。まあここはねまさにゴシバールの舞台になったホテルでございます。ここも高いですね、1泊600とか800とかします。シーズンがねまた外してるとちょっと安かったりしますけど、すごい昔はね1回泊まったことあります。2泊か3泊ぐらいしましたけど、 Wi-Fi も有料だったりね、かなり渋いですね。まあね、もうはねめちゃくちゃ綺麗ですね。
あの中のクリスマスツリーは見れるのかな。いや、あれよりもっとでかいのがここにバンってあったんですけど、今年はなさそうですね。もしかしたらこのコロナの影響で今年は出ないのかもしれないですね。一応ホテルの人に聞いてみたいと思います。でもね、これはありました。めっちゃ綺麗ですね。うん、まあこれだけになってますね。いや、ちょっと残念ですけども、まあしょうがないですね。一応ホテルの人にね、今年はクリスマスツリーがないのかちょっと聞いてみたいと思います。あ、やっぱり足場の上に人立ってるから工事かな。パレスの入り口に来ましたけど、ホテルの店員さんみたいな人いるかな。ちょっと聞いてみたいと思います。一回カメラ止めます。ということで、ホテルの人にね聞いてまいりました。残念ながらですね、やはり今年はねコロナということで、クリスマスツリーの展示はないそうです。いやー、残念。あるとばっかり思ってましたんで、まさかないと思ってなかったです。ということで、クリスマスツリーはね、ホテル内にあるんですけども、ホテル内の方はね多分ダメだって言ってたと思うんですよね。はい、一応ホテルの1階部分はパブリックスペースになってるんで、まあ夜が遅いんでね、もう7時半とかになってますんで、だからダメだよって言われたのかもしれないですけど、多分ダメだって言ってたと思います。ということで、いや、ここのツリーはね、まあ結局ないわけなんですけども、いや、まさかね、ここのツリーはないけどロックフェラーセンターの点灯式があるっていうね、ちょっと不思議ですね。うん、もちろんロックフェラーセンターのクリスマスツリーの方が何倍もでかいんですけど、で人も集まるんですけどね。うん、まあそういう感じでダメだということで、アマゾンウォーに向かいましょう。いや、本当にね、ニューヨークのねレストラン事情もね、全然店によって違う感じですね。先ほどのバー、キンコールバーはワクチン接種証明書も見せろって言われましたし、もちろんバーなんでね、 ID も見せました。ですけども、先ほどのね夕飯を買ったハンバーガーまだ食べてないですけど、あそこのファイブガイズバーガーは特にね、あの店内飲食ねしてる人いましたし、前の人とかもね店内飲食してましたけど、特にねワクチンパス見せろみたいなことも言われてなかったんで、ちょっとお店によるのかもしれないですね。こればっかりはちょっと分かんないです。ということで、ちょっとねアマゾン GO まで歩いていきたいと思います。本当にね 4,5 分でね着くような距離にありますんで、ちょっとねそこで買ってホテル戻りますかね、今日のところは。まあアマゾン GO っていうことなんで、この物価の高いニューヨークでもね安いと思うんですよね。そうでもないのかなマンハッタンに店舗があるからそんなに安くないのかな。ちょっと安いのをね期待して今向かってるんですけど、普通のね缶のジュースとかでもニューヨークは1ドル、まあ動画内で話してると思うんですけど、昨日だったかな、はい、購入しようとしたら屋台でね最初2ドルって言われて、じゃあいいやって言ったら1ドルになったってこともありますんで、その観光客を見てね値段決めてる感じもありますんで。だって缶のコーラ2ドルってまあ日本円で280円ぐらいで、多分今のレートでもうちょい引きやすいかな、250円ぐらいかな。高いですよね、それでも十分なんで、アマゾンっていうことなんでね、できれば缶ジュースぐらい1ドル80セントぐらいで売ってほしいですね。できればジャスト80セントで。一応ここら辺にあるはず。全然アマゾン GO の文字出てこないの。この通りにあるって書いてあったんだけど、ちょっと不穏な空気を感じてきましたね。一応 Google マップだとねここだって言ってるんですよね。でもアマゾン GO の文字は一文字もないの。地下鉄があるんですよ、ここ。もしかしたら地下鉄の駅の中とか、そんなことあります？いや、ないよな。あんのかな。あ、でもここ綺麗な駅ですね、ここ。53丁目歴史と。いや、ないな。
いや、ないなあ。あった。なんかあれですね。ありました、ありました。ちょっとね、若干この Google マップの地図とね、実際の場所が若干違いますね。はい、ということでありましたね、アマゾン号。ここはですね、ちょっと通りの名前見に行きます。ここはですね、レキシントンと53丁目とレキシントンの角ですね。はい、ここに大きな、こんな感じで大きなビルの入り口があって、その横ですね、アマゾン号があるのは。若干 Google マップの地図が間違ってる可能性がありますね。うん、もしくはちょっとあのピンの場所がね、あの合ってないみたいな。まあ、それではね、行ってみたいと思います。どっかで、あ、ここだ、ここだ。ここでね、あの QR コードを出すと。でこれもね、あの Amazon Go のね、あれを登録しないと使えないんで。それではですね、今さっきまでね、あの Amazon Go のアプリを立ち上げて QR コードを、ね、発行できたんですけど、アップデートしてくださいっていう画面になっちゃって、そうするとですね、日本のやつだとね、できないっぽくて、今ね、店員さんがたまたま通ってですね、クレジットカードでもね、通れるということですんで、まあ、アメックスプラチナで行きましょう。おお、すごい。ちょっと待って、これどういうシステムになるんだろう。衝撃的にすごくないですか。今クレジットカードを通したってことは、このクレジットカードで多分持ってったら請求が来るってことですよね。いや、なんか万引きしてるみたいで嫌ですね、怖い。まあ、それはいいとして、ちょっと置いてあるもん見ましょう。まあ、ここら辺からね、お水とか、ここら辺はエナジードリンク、コーヒー、あとこれはお酒、いや、これもあれですね、エナジードリンクですね、エナジードリンクですね。値段はどうだろう。コーラボトル2ドル19セント。まあ、多分こっちですよね。0.11 セントっていうわけないんで、こっちですよね。2ドル19セントと 0.11 セント。多分こっちですよね。うん、普通に高いな。普通に高いな。普通に高い。うん。だから200、まあ、今のレートで240円、もうちょいかな。250、60円ぐらいですかね。高いですね。うん、全然安くなかった。でお酒もあるらしいんですけど、このお店はね、お酒なさそうですね。まあ、それ以外にはね、こんな感じでヨーグルトだったり卵とかね、あ、サラダとかも売ってるんですね。でケースの飲み物とかも売ってるんですね。へえ、すご。まあ、あのあれですね、 Amazon Go のアプリわざわざ立ち上げとかなくていいですね。クレジットカード通せば使えるんだったらそれの方が簡単でいいですね。こういうスナックも売ってると。でこちらにもスナックですね。面白い。あ、でこういう冷凍食品とかも売ってるんですね。あー、これいいですね。100チョイスフルーツインドリンク、あ、好きな飲み物1ドル29セント。これ安いですね。これ安い、うん、だってこのサイズですからね。見えます、このサイズ。このサイズだったらいいですね。うん、でも持って帰るのは大変ですね、うん、この寒い中ね、うん、缶とかだったらバッグに入れられますけど、これだったらもう手に持つしかないですからね。で味はここから選べると。あとね、スタバのコーヒーとかも飲めるんですね。いや、すご。でこれはいくら。コーヒーは1ドル。お、安っ。でエスプレッソは2ドル。まあ、せっかく店員さんね、あの親切に教えてくれたんで、何飲もうかな。まあでもジュース飲みたいなと思ってたんで、ペプシ買ってこうかな。はい、ちょっと万引きと心配なんで、もう一回店員さんに聞こうと思います。このまま持ってっていいのか。あとこっちにはね、チーズとかサンドイッチとか、こういうのも売ってるんですね。サラダとかね。これはいいな、ニューヨークで。
ぜひ皆さんあの場所をあの Google マップとかでね出せば出てきますんで、ちょっとピン間違ってましたけどね、はい、今ちょっと使えないのかもしれないけど、このその場でね食べれるところもありますんで、もしかしたら使えないかもしれない。ということでちょっとお店出る前に店員さんに聞いてからね出たいと思います。ということでね、やはりそのまま出て OK ということで、いやすごい画期的ですね。いやびっくりしましたもう次世代なんていうんですか、これ日本にも欲しいですね。まあ、店員さんはね中にいてあの品出しとかはねする必要あるんですけど、レジ操作がないってすごいですね。レジ操作ゼロですよ、うん、しかも Amazon Go のアプリねなくても結局クレジットカードね持ってればあのクレジットカード挿してね利用することができますんで、だからすごいですよね。それで課金されるってことですよね。事前にチェックしてその持ってったものが、まあ、どういった感じでチェックされてるのか分かんないですけど、まあ、いろんなとこから赤外線かなんか飛んでるんですかねちょっと仕組みが分かんないですけども、すごかったです。もう Amazon Go のアプリがねあのアップデートになって、で僕日本のアップルなんつかアップルストアのやつなんで、この国には対応できませんみたいな感じで出ちゃって、無理なのかなと思ったら全然いけましたね。めっちゃ楽しかったです。一人で興奮しちゃってということでね、ホテル戻りたいと思います。やっぱりねまだ規制がされてるんで、この先行くなっておまわりさんが言ってますね。ちょっとわざわざねここ通るのもあれなんで、大回りして帰りたいと思います。ということで客室にね帰ってきました。昨日のねタウンダウンしてくれた人と今日の人なんか違うみたいで、なんか人によってちょっとレベルサービスレベルがね違う感じがします、本日の方はですねこういった形で枕元にですねお水を置いてくれたりとかですね、こんな感じでね週社員とかね無料ですよっていった形でここにね置いといてくれたりします。まあそれ以外はですね氷入れてくれたりとか、それ以外は一緒でしたけども、ちょっとねあの部屋入った時に音楽流れてて、あの左側にねこちらちょっとね動画で音楽入れちゃうと切らなきゃいけないんでいけなくなるんでちょっと流せないですけども、音楽もね流れてたりと幻想的なサービスがねされておりました。まあ、こういうサービスがねこのセントレイズニューヨークではターンダウンとしてね行われてるみたいですね。まあこれ何回見てもねこの感じすごいですね。それはね夕飯いただきましょうということで、こちらコーラです。ちょっとね氷が客室にセットされてたんで氷入れました。ということでハイブーブガイズバーガー、まあ、ちょっとね冷えちゃってあの見せてもあんまり美味しくなさそうな感じになると思うんですけど、いただきたいと思います。いやちょっとこれはねお見せできないなもうねポテトもこんな感じでしなしなになっちゃってますね。ちょっとねニューヨークは結構ね飲食店も早めに閉まると多いみたいで、ちょっとビビって早めに買ってきました。今回はベーコンレタスチーズバーガーということで、ちょっとね冷えてしまいましたけども美味しいんじゃないかな毎回来るたびに買ってはすぐ食べないで後でホテルで食べてますね。うん、うま、間違いないですね。まあ熱々で食べた方が絶対美味しいんでしょうけど、ポテトもねこういうカップにねあの入れてくれて、まあ、袋に入れてくれるんですけど、もうそれ以上これのね2倍ぐらいの量ね入れてくれるんで、絶対あの袋の中ねポテトだらけになりますね。これがファイブガイズバーガーサービスなのかもしれないですけど、まあこのハンバーガーとコーラとポテトで、まあ、20ドルちょっとなんで結構高いですよね。まあでもこのファイブガイズバーガーにねハンバーガー本当に美味しいんで、あのぜひねニューヨーク行かれる方、今のところねこのファイブガイズバーガーはねあの日本上陸してませんので、よろしければお試しください。私はねこれベーコンレタスチーズバーガーですね。でトッピングにトマトとレタスとピクルスを、トッピングしてます。ということでまあ紹介するのはこんなもんですかね。あとねあのフリーで取れるねケチャップとかも置いてますんで、ぜひねあとナプキンとかねあの必要な分だけ持っていきましょう。ということであとはねゆっくりいただきたいと思います。
それはね、時刻は夜の11時過ぎぐらいになりました。ちょっとね、帰ってきてゆっくりお風呂に入ってからですね、ちょっと仕事をしてたらですね、もうあっという間にこんな時間になってしまいましたね。セントレディスニューヨークホテルにね、滞在してるわけなんですけども、もうこのホテルね、めっちゃ良かったんですけども、とうとうね、明日チェックアウトっていう風になります。まあ一応ね、明日チェックアウトね、レイトチェックアウト利用できるということで、16時までですね、滞在ね、楽しみたいなと思うんですけども、いや本当にね、ここめちゃくちゃ良かったですね。いや今度またニューヨーク来る時にですね、ここまた泊まりたいなと思いますね。動画内でね、何回も言ってるかもしれないですけども、ポイント泊でね、宿泊した場合のね、リゾート料金もかからなくなったということで、かなりね、利用しやすくなりましたね。ということで本日のところはですね、そろそろね、休みたいなと思います。それではおやすみなさい。Thank you.